Peggy 12. トラバースタウンか。トラバースタウン。服も変わってる。で、服変わってるし。リカー！どこだ、ソラ！リカー！どうやら今僕たちがいるこの世界はそっくりそのまま二つに分けられたらしい。サクラバネク、俺の名前。守ってくれればいいでしょ、ナイト様。ナイト？ねえ君、もしかしてネクのパートナー？あ？出ろ、ドリームイーター！俺たち、本当に元の世界に帰れるのか？何言ってるの？ネク君は負けられないんでしょ？お前たちは世界のデータとやらを持っていたね。ねえ。それを渡してもらうよ。マトク！逃がさない！お前は！おい、約束が違うだろ！やめろ、ネク！なんで急に眠く。最初の旅で闇に飲まれた世界は再生された。しかしその中には再生が完全ではなく眠りについたままの世界がある。そこにはゲートが通じず、ハートレスすらも侵入することはできない。故に世界の闇の大多数であるハートレスの代わりに眠りに閉ざされた世界には別の闇が存在している。それは夢を食らう魔物、ドリームイーター。ハートレスと世界の心の扉が対の存在だったように、ドリームイーターを探ることが眠りの鍵穴への導きとなるであろう。ここはイエンシト様の言っていた世界が見ている覚めない夢の中。眠りを覚まさないと元の世界には戻らない。同じだけど全く違う別の世界。一つだけ思い当たるとすれば、これはまるで夢。ここまでだ、ビート！許さば、うちは！何？なっか！石よりも強い子だからね。うわっ、石像が喋った！おい、奴らだ！ブスに叱られるぞ！急げ！嘘をついたからそうなったのですよ。お願い助けて。なぜお前が。みんなは一人のために。一人はみんなのために。アンピノキョ、ジミニー、広場で火破りにしてくれ。そんなことさせない。人は見た目だけで判断できないさ。俺にも心を見抜いてくれた友達がいる。リクだ。リクが助けてくれた。一緒にいてくれてるんだ。俺の名前はリア。記憶したか？あいつ。お前は誰だ？